今、ここに突きつけられるぐらい大事な問題で、文明の進歩というのは決して我々を幸せにしてないということに直面しているわけですから、そうした時の、人類学の成果とか民族学の成果というのは多分その未開とか野蛮というところにまできちっと推薦を下ろさないと、対話ができないという、でそこへの推薦を下ろしていくための非常に重要なテクストとして遠野物語はある。だけども遠野物語というのは読んでいけば読んでいくほど、その未開から先ほどの近代化という文明に人々がこう動き始めている、そういうところにしか多分ない、非常にプリミティブな未開の問題というのは遠野物語からはなかなか探せない。北東アジアの方までずっと広げていって、実は遠野物語というのはものすごく文明化された人々の